東京五輪への夢膨らむ女性剣士として話題の人、清水木さんは、神大空手道具所属の選手である。2014年は10月のアジア大会、韓国で金メダル、しかも6連覇のかかる試合で優勝でした。 初出場で金メダルを獲得し、今や注目の女子空手の選手の一人、清水希容選手21は、女子の肩で金メダルを獲得。東京五輪での空手競技採用を心待ちにしている清水選手だ。その彼女の持ち味は、伝統が残る肩の中で、スピードや力強さの表現力であろう。そんな彼女のプロフィールを追ってみた。 清水起王平成5年12月7日生まれ大阪市出身小学3年で空手を始め東大阪大慶愛校3年の時に全国高校総体で優勝24年に寛大に進学し昨年は全日本選手権で史上最年少優勝10月のアジア大会韓国で金メダルを獲得し 11月の世界選手権、ドイツも初出場ながら優勝を収めた。身長160センチ、そんな彼女の空手の演武にかける思いがすごい。ただ、文化も価値観も違う中で、私が思うのは、言葉が通じなくても、空手の方では表現できるということ。そこで私を認めてもらいたい、知ってもらいたい、好きになってもらいたいと、常に思っていて。 そういうい気持ちで日本代表の責任を持って演護してますこの真摯な姿勢の彼女は2020年の東京五輪で堂々と中央で輝いてもらいたいものですねさあこれからの活躍から目が離せませんねありがとう